です。もしもひたすら気弱な女性にちょっとエッチな幽霊が憑依してしまったら。だらはむま。はむまへよ。幼い頃から幽霊が見える内気な女性ナボンソン。そんな彼女の憧れはツンデレカリスマシェフのカンソヌ。お、네가シェフ？네가사장이야？そこに現れたのが男性と一夜を共にしなければ成仏できない訳あり幽霊。이왕이렇게된거우리상부상줘야돼아니그래도그거까딱잘못하면강셰프날라가지안되지안되지나한테빙의하라고셰프님내걸로만들어줘귀여운여성과섹시유래가한人の男を巡り탁구を組んだ조정석박보영韓国で社会現象を巻き起こした前代未聞の全身全霊ラブコメディ。좋텐다아유。ああ、私の幽霊様。ああ、私の幽霊様は気弱な少女が幽霊に助けられて愛と自信を手に入れていく姿を描いた憑依ロマンスという異色のコンセプトを掲げたキュートなラブコメディです。幼い頃から幽霊が見えてしまうせいで暗くうつうつと過ごしているヒロイン。彼女は料理人を目指し憧れのシェフの店で働いているもシェフとは目も合わせられずいつも謝ってばかり。そんなヒロインに取り付いたのがろくな恋愛経験もなく処女のまま死んだ悔しさで成仏できずにいた幽霊。二人のお目当てが憧れの天才シェフということでヒロインと幽霊はタッグを組んでシェフを振り向かせるべく共同作戦が始まります。チョ・ジョンソクが演じている天才シェフは料理には絶対の自信を持つプライドが高い俺様シェフ。でもただのツンデレではなくチョ・ジョンソクが演じると精一杯背伸びして危険な男ぶっているようなツンデレというそんな味わいを醸し出しそこがたまらなく可愛いんですね。そんなシェフを落とすべくヒロインと幽霊が積極的にアプローチしていく過程が最高に楽しいです。パク・ボヨン演じるおとなしかったヒロインが幽霊のせいで急に毒舌を吐き淫乱に振る舞うようになって周囲を驚かせていくギャップや偉そうに振る舞っていたシェフがあの手この手で迫ってくるヒロインを必死でかわす姿はもう爆笑の嵐です。このワンコがじゃれ合っているような可愛くて甘いカップルにメロメロしながら見ていくとシェフを挟んでヒロインと幽霊との切ない三角関係になったりヒロインのコンプレックス克服成長ストーリーになったりそのまた次には幽霊の死の真相をめぐるハラハラのサスペンスになっていきます。そして見終わると優しさと切なさを伴って毎日を大切に生きないとと思わせてくれるんですね。本当に幽霊様から大事なメッセージをもらえるドラマです。どうぞお楽しみに。シェフ너무좋아봉선씨가걱정돼서요ああ、私の幽霊様。10月18日放送スタート。